ま、祭り玉ありがとうございます。じゃあ寝違い治りましたか？私は一昨日から昨日のですね、夜ですね、寝違いまして、多分寝てる間に寝違いだったと思うんですけどね。まあね、ここが痛いのよ、ここ。全然見えないんですけどね、あのね、ここなんかもうつぼ押しみたいなんですけど、このさ、頭皮に入る一歩手前みたいなさ、なんかあるじゃないですか、頭皮にあとちょっとで入っちゃうかなみたいな、あるじゃないですか。そこがねすごく痛いの。今日起きたら首痛かった。なんかさ、返信でもなんかちょいちょい、あ、私も今日寝違えたんだよねみたいな方が多くて、あ、なんかやっぱりこういうそういう時期なんだなって思って、やっぱりお盆の前って人間はね寝違える時期なんだなって思って安心しました。でもね、だいぶ良くなりました。でもハマっちゃって、こうやってあのさ、うつむくとね本当に痛いんですよ。なんだけど、なんかそれにハマっちゃって、ちょ、痛気持ちいいんですよ。昨日は本当に痛かった、もう本当に痛かった。なんかもうあのね、動けないの、こうずっともうこの体勢で生活してました昨日は。明るいんですよね。最近配信の場所を変えたんですけど、とうとうありがとうございます。明るいんですよね。コルセット、そうが、まあ、そうですね、ちょっといそうですけどね、そういうお笑い芸人さん。でも本当に痛かったです。でももうだいぶあの良くなったので、ありがとうございます。お疲れありがとうございます。ああ、モバメのパイナップルみたいな顔ってどういう意味？それは顔じゃん。あれ、今もパイナップルみたいな顔とか言ったっけ。今日さ、パイナップルを食べたんですよ、暑かったから。え、今日ねパイナップルを食べたんですけどね、パイナップルがねすごいシャキシャキだったの。今失敗した。パイナップルがさ、そのスーパーに並んでるじゃないですか。なんだけどさ、今これが一番甘そうだなと思って選んだのがすっごいシャキシャキだったの。ほんでも失敗しました。もうあのね、全然甘くないんですよ、本当に。あの、失敗しました。シャッキシャッキやった。パイナップル、こういうこと。そう、完熟してなんか多分そうなんですよね。まあシャキシャキしてた、悲しい。歯応えだけはもうね、本当にあのいい音しました、シャキシャキ。さくらんぼみたいな頭。今髪切りたいんですよね、見て、こんなにさ触覚が伸びたの。よいしょ、こんな感じ。さくらんぼ、サザエさんみたいですね。サザエさんはここか。どのぐらい切ります？え、どれぐらいがいいと思いますか？私はもういっそ
いっそどれぐらいまで切ろうかなって言おうと思ったんですけど、そんなに考えてなかったです。可愛い、ありがとうございます。いっそあいせそう。ボムはねこけしなんですよね。ごめん、考えてなかったんですけど。ボブは似合わないし、ショータも似合わないしね。やっぱりロングなんですよね。なんかひなちゃんか誰かに、夢は振り切ったロングが似合うねって言われて、あ、やっぱりそうだよねって思って。クマ、ありがとうございます。今日は代用になる人が周りにいないですね。あ、いいもの見つけた。ちょっといいもの見つけた。ちょっと初出しなんですけど、ちょっと待って。なんで髪がちょっとアホ出し、初出しなんですけどね。ちょっと待っててね。よいしょ。え、これ似合うかな。じゃーん。2期の LINE が動いてるらしい。なんで知ってるんですか。すごい、リアルタイム。あ、全然見えないんですけど、こんな、あ、ちょっと待って、首が痛い。ちょっと待って、油断してた。昨日からこうなんですよ。油断してさ、首やってること忘れてうつむいたら超痛いの。これです。この子です。あ、値札がついてます。ごめんなさい。ちょっとハサミ、ちょっと待って。よいしょ、よいしょ。あ、すっごい見て、右半分。あ、パンダですね。だいぶリアルなパンダですね、これ。はい。コマ、ありがとうございます。日焼け対策にぴったりだね。もうここだけやめてますけどね。スクショタイム、修学旅行生みたい、コルセットみたい。確かに。なんで、なんだろう、虫歯治療。かわいい、ありがとうございます。ちょ、どうしたらみんなに顔を見せられるかな。前傾姿勢見えました。なんか、あのテーマパークの裏側見て、こんなテーマパークの裏側、キャストさん以上。はいはい、結構壮大な。クマさん、ありがとうでした。よいしょ。ちちちちちち、はっ、あ、なんかついてる。びっくりした。なんかついてた。見て、なんかついてた。お花、ありがとうございます。あ、お花もついてた。お花、なんかアロハって感じですけど。よいしょ。そう、私は昨日
から新しいドラマを見始めたんですけど、さっきそのドラマについて熱く語ったメールを送ったんですけど、届きましたかね。なんかすごい私個人名、女優さんの個人名を挙げてしまって届くかどうか不安なんですけど、どうですか。あ、花咲いた、届きました、ありがとうございます。私はそう最近ドラマを見てるんですよ。あのね、ぜひ、あ、いい感じ、どう。あのですね、私たちはどうかしているっていうドラマなんですけど、今 TVer で見逃し配信みたいなのしてるので、ぜひこのルームにいらっしゃる方は全員、漏れなく全員ご覧になってください。可愛い、ありがとうございます。なんか違う、わかる。あのね、今ね、漫画をね読んでたんですけど、その私たちはどうかしているの、そのね、本当に漫画を読み始めた1週間後ぐらいにドラマ化しますっていうのことになって、もうこれは運命なんじゃないかと思って、私はもう感じましたね。本当に面白い少女漫画なの。いや、だいぶ何ですか、今サスペンスとかミステリーとか、ちょっとそこら辺のテキストね。私はね、もう今ね、中村ゆりさんが最近すごく好きで、浜辺美波さんのお母さん役なんですけど、すごくね好きなの最近。めちゃめちゃ美人さんじゃないですか。ラブミステリー、ありがとうございます。ラブミステリーらしいです。よいしょよいしょ。なんですけど、浜辺美波さんじゃないや、その主人公の女の子の子供、なんていうんですか、子供時代の子役さんと、その中村ゆりさんがその抱き合うシーンがねあったんですよ。もちろんこれ完全にネタバレなんですけど、もうね、その子役の子が可愛くて可愛くてしょうがなくて、もう目がクリクリでさ、もうね可愛いんですよ。だからもう本当にね羨ましい。その中村ゆりさんとその子役の子の間に入りたいなって思いながら私はドラマを見てました。もう全然着眼点が違うんですけど、じゃこれさすがに撮りますねっていう話です。何時ですか？あ、15分です。いや、子役さんってすごいですね。なんで涙が出てくるんだろうって。本当に素晴らしい。もうなんか、そのね、演技がある文化に、演技っていう文化がある時代に生まれてよかったなって思います。可愛い、ありがとうございます。今混ぜて。あ、そう、和菓子の説明もあって勉強してきて、そうなんですよ。私は本当に和菓子は作ったことも、食べたことある、なんだろう、作ったこともないので、なんて言えばいいですか、作ったことがないので、未知の世界なので勉強になりました。私は洋菓子しか作れないんですけど、たこ焼きにあんこ入れるのは和菓子ですか？それはたこ焼きじゃないですか？たこ焼きのあんこはもう、それはたこ焼きじゃないですか？まあ何を言ってらっしゃるんでしょう。それはたこ焼きですね。最近さ、ローソン行っちゃった、コンビニのお菓子に、なんだっけ、なんかね、ミニオンかなんかの練り切り、なんて言うんですか、和菓子がね売ってるんですって。いいなと思って、
でもなんかいいなって終わっちゃう。でも食べたいなと思って。西村家を出来になった時聞きました。私もさ知らなかったんですけど、なんかすごい巻き込まれ事故って感じですよね。なんかゆなこが「ななこさんおめでとうございます、ななこさんち行きます」みたいなねツイートをして「お誕生日おめでとうございます」って言って、そしたらななこさんがそれに対して「あの夢ゆなはたこ焼きにチョコを入れるからできんだよ」って返ってきてて、夢さ「え?」みたいな。夢なんそのツイート何にも何朝起きてから見て知ったし、えなんか何もタグ付けも何アットマークもついてないし、えなんか夢全然知らないんですけどと思っていやでもまあ知らないふりしとけばまあなんとかなるかなと思って、私は知らないふりをあの通してるので、皆さんもぜひ口裏を合わせてください。でもね、ななこさんちはもう私知ってるからあのいつでも行けちゃうから、ハートありがとうございます。たこ焼きにチョコ美味しい、そうですよね。さこの間さ美晴さんと LINE してて、なんか今度たこ焼きにチョコたこ焼き全部のたこ焼きにチョコ入れようねって話してました。でもね、なんだっけな、チョコたこ焼きしようねみたいな LINE がね来たんですよ、みはるさんから。でもそれがねチョコすき焼きに見えて、えっみはるさんとうとうみたいなみはるさんとうとうその次元まで行っちゃったのかと思って、よくよく見てみたら私がバカでした。あのチョコたこ焼きでした。あの私の方が頭おかしかったんですけど、でそれでみはるさんにごめんなさい、今チョコすき焼き食べたいねに見えましたって言ったら、じゃあゆめちゃんはチョコすき焼きねって言われました。あのゆめはチョコすき焼きを食べないとみはるさんちには招き入れてもらえないみたいなので頑張ります。マリナ姉さんがモノマネしていましたとはえやだ本当にですか。え私のモノマネなんてそんなありますか、レパートリーえちょっと何の話ですか夢ちゃんはななこさんのモノマネできる、もちろん。えなんか夢ちゃんはこれゆっくり喋る特徴的な笑い方、なるほど。え、そんな夢のモノマネなんて、ありがとうございます、嬉しいわ。お兄が似てる似てる。あのね、ななこさんはめっちゃね抑揚をつけた話し方をする、めちゃめちゃありがとうございます、もう嬉しいわ。あのねすごい波があるんです、ななこさんのお話し方は。ゆめちゃんはゆめちゃんは高速バスで帰って、ちょっとあのごめんなさい、ゆめちゃんしか言えないんですけど、ゆめちゃんっていうワードしかモノマネできないんですけど、私はいいね、ありがとうございます。ちかなのモノマネできる。あのね今モノなんて言うんですか、モノマネはね下手なの、モノマネは下手なんだけど、ちゃんと特徴は捉えてるから、あのそういう感じで見て、うまありがとうございます。ちかなはね、ああのね、あゆえおが強いんです。ああっちかな、どっちかな、みんなが見るのはこっちかな。え待って待って、あのね NGT48 の絵が強いの彼女は。
あ、似てないんです。でもね、あのね、これは誰かに伝授したい。で、誰かに伝授したらできると思う。あの、私はね、モノマネは似てないんです。でも特徴は捉えられるんです。分析班ゆめちゃん、その分析班として活動していきたいですね。バカにしてる、してないです。してないです。カイリのモノマネプロです。カイリはね、カイリは誰でもできるよ。カイリはね、目を閉じればね、誰でもでき、あー、ありがとう。これです。ヤヒコちゃんのモノマネできますか。ヤヒコの、じゃあヤヒコの楽屋バージョンですね。ヤヒコの楽屋バージョンはね、ミュメユナが世界で一番可愛い、これです。これ、うん、ヤヒコちゃんの完成です。あ、でもステージのステージ上の諸橋ひなたちゃんは、あの、あ、はい、はい、うん、あ、ありがとうゆめたん、これです。いいね、ありがとうございます。ヤヒコは、あの、ヤヒコは楽屋にいる方がやばいです。サラはヨメットン、なんかね、すっごいね、一文字一文字の間が長い。ヨメットンみたいな、なんかさ、なんかサルみたいな話し方するなんかね、あ、サルみたいな話し方。サラはバカにしてないですね。テラヒナ、テラヒナ、ヒナは多分一番難しいですね。でも、あ、こんな、これ、来た！なんか、私だけ一人称。私はサーヤ推し、ちょっと待って、そのね、ヒナは多分一番難しいです。サラじゃない、ヒナはね、声が特徴的なので、あの、だいぶ難しいですね。え、これなんでモノマネ配信になっちゃったんだろう。まあいいんですけどね。つかみの楽屋芸人モードお願いします。え、待って、ななみの楽屋芸人モード、ちょっと待って、待って、見てください。西方さんのせい、あ、そうですね、マリナさんのせいです。見て、今この生写真が目に入ったのでお見せする。これさ、可愛くない？みんなでハート型作ってるんです。全然関係ないんですけど、2月13日だからね、バレンタインをね意識したポーズなんですけど、めっちゃ可愛くない？うちらハートだよ、 JK かみたいなやること JK なの、私たち半分ぐらい社会人なんですけど、可愛くない？あの、さやちゃんが真ん中でなんですけどね。いいね、ありがとうございます。これね、あのね、これ可愛くてママに買ってもらったの。この名前出しに買ってきてって言って買ってきてもらった。とてありがとうございます。 JK や、そうでしょう、本当に私たちやること JK なんですありがとうございました。ハートありがとうございます。安定の夢の隣、あのね、今まで自己紹介列とかで並び方を組んだことは2回ぐらいあるんですけど、あの、公演前にね、その生写真を撮るんですけど、公演前に生写真、出演メンバーで生写真を撮ってそれを販売するんですけど、あのね、その自己紹介列の並びで撮ったこととかも2回、本当に 2,3 回あるんですけど、それ以外は全部夢ゆうな隣なんです。あ、少々どこにいる、あ、これですね、これです。こんな感じで、ハートありがとうございます。あの、もう48の歴史を作ろうって言って、ちょっと待って、もう一回、これもなんかお気に入りでママに買ってきてもらったんですけど、これも私たちは、ちょっと待って、私たちはどこにいるでしょう。
これでーすって感じ。そう、他のグループでこんなアホなことをしている子はいないでしょうと思うんですけど、あ、見て、マリナさんといえば、よいしょ、マリナさんといえばなんですけど、見てこれもね、同じところに貼ってあるんですけど、まあ俗に言う職権乱用ですね。マリナさんにサインをいただきました。見て、ゆめちゃんハート、マリナ大好きって書いてあるの見て、ほらいいでしょ、かわいい、ありがとうございます。これもうずっと貼ってる、ありがとうございました。よいしょ、いいな、ありがとうございます。今日30分までです。アブセイずるいいでしょ、おつゆありがとうございます。え、ね、ななこさんのサインも持ってますよ。まあ、初見乱用ですね。手元にある公園の写真全部イメージ並んでた。ぜひそんなところにも注目していただけたら嬉しいです。ゆめちゃんのサイン持ってる、ありがとうございます。ちょっとまだ届いてないよって方もちょっと気長にお待ちください。悔しいから俺もメンバーになる、頑張って頑張って。あ、3期生もしかしたら男女問わなくなるかもしれないです。頑張ろう。あれハートになってたの、そうなんです、バレンタインなのでね、研究生ちゃんたちは可愛いので毎回その日付に沿ったポーズはしてるんです。私たち可愛いから、ね、心は JK なのみんな。だから、あ、そうですね、その生写真を持ってるよって方は日付とポーズを照らし合わせて、あ、もしかしたら今日はこの日は丸々の日だったからこういうポーズなのかみたいな、ぜひそんな楽しみ方もまああるかもしれないので、ぜひ。安藤さんに知る人が、安藤さんって安藤さんですね、安藤さん、安藤つかなかと思いました、感動つかな。30分ですね、ありがとうございました。おやすみなさい。ちょっともうね、ごめんなさい、今日全然頭が回ってないですね、ごめんなさい。おやすみなさい皆さん、おやすみなさい。ゆっくり寝てください。おやすみなさい、ありがとうございました。首を大事に、ありがとうございます。皆様も寝違いにはお気をつけください。おやすみなさい。